スコット・ディクソンが自身5度目のタイトルを獲得した。アレクサンダー・ロッシが2位となった。2018年のベライゾン・インディカーシリーズは、インディカーシリーズの23年目のシーズンとなる。第102回インディアナポリス500マイルレースは、シリーズ6戦目として5月27日に開催され、ウィル・パワーが優勝した。2015年から17年まで使用された、マニファクチャラーがデザインした。 エアロキットに代わって今シーズンから統一エアロキットが使用される。今シーズンはベライゾンコミュニケーションズがタイトルスポンサーとして開催される最後のシリーズとなる。また ABC および NBC スポーツによる中継も最後となる。エンジンマニファクチャラーはホンダが2011年以来となるタイトルを獲得した。ルーキー・オブ・ザ・イヤーはロバート・ウィケンズが ポコノでのクラッシュで怪我により、終盤参戦を欠場したにもかかわらず獲得した。シリーズタイトルは、スコット・ディクソンが、自身5度目となるタイトルを獲得した。以下のチームと、ドライバーが2018年シーズンを戦う。全チームがシャシーは、ダラーラー IR18, タイヤはファイアストーンを使用する。R ール,ルーキーチップ、ガナッシレーシングは、 コスト効率のために大体制に縮小することを発表した。これは2010年以来のことであり、スコット・ディクソンは9番車に止まる。2017年10月25日には、2017年のルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得したエド・ジョーンズが、トニー・カナーンに代わって2018年シーズンに10番車をドライブすることを発表した。チームペンスキーは、 エリオ・カストロ・ネベスが2018年以降ウェザーテック、スポーツカー選手権に転向するため、三大体制に縮小することを発表した。しかしながら、カストロ・ネベスは、インディカーグランプリとインディー500にペンスキーから出場する。マイケルシャンクレーシングは2018年シーズンに6レースで、シュミット・ピーターソン・モータースポーツと技術提携し、ジャック・ハーベイをドライバーに起用する。 チームは、シリウス XM ラジオの CEO、ジムメイヤーが共同オーナーに加わったため、2018年4月6日に、メイヤーシャンクレーシングに解消した。カーリンは2018年シーズン、ボレー製エンジンを搭載した2台のマシンでフル参戦する。ドライバーは元、チップ、ガナッシュレーシングのマックス・チルトンとチャーリー・キンボール。 ハーリングレーシングは2017年シーズンに何戦か起用したギャビー・チャベスを2018年はフル参戦させることを確認した。ブライアン・バーンハートは11月29日にチームの代表に任命され、インディカーのレースオペレーション及びレースディレクターを辞任した。ロードアメリカ戦の後、バーンハートは2018年シーズン後半に2大体制に拡大したいとの噂。 特にそのまの命名を確認した。彼はチームがインディライツのドライバーを含む何名かと話し合ったことをさらに確認した。ラジアーパートナーズレーシングは2017年のインディ500でバディラジアーが唯一の車をクラッシュさせたため2012年以来参戦してきたインディ500に2018年は参戦しない。2017年のインディライツでタイトルを獲得した。 カイル・カイザーは4戦にユンコス・レーシングから参戦する。この中にはインディ500及びインディカーグランプリが含まれる。ユンコスは2018年1月5日、フォーミュラ V83.5 に参戦していたレネ・ビンナーをセント・ピーターズバーグ、バーバー、ミッド・オハイをトロントで起用すると発表した。後にデトロイトでの起用も確認された。 2017年シーズンに JR ヒルデブランドの代役としてエドカーペンターレーシングからバーバー戦に出場しインデ502は AJ ホイトエンタープライズから出場したザックビーチは2018年シーズン佐藤拓馬に代わってアンドレッティオートスポーツからフル参戦する2017年にエドカーペンターレーシングからロード戦よびストリート戦で起用されたスペンサー・ピゴットは JR ヒルデブランドに代わって、フル参戦し、21番車をドライブする。元フォーミュラ2のドライバー、ジョーダン・キングは、ロード線およびストリート線で20番車をドライブする。2017年のインディ500勝者の佐藤拓馬は1、シーズンで、アンドレッティオートスポーツを離れ、2018年シーズンは、レイホールレターマンラニガンレーシングに復帰する。 ステファン・ウィルソンは2018年のインディ500に出場するため、アンドレッティ・オートスポーツに加入した。インディカーシリーズには2016年以来の復帰となる。トニー・カナーンは、チップガナッシュレーシングで4シーズンを過ごした後、2018年は AJ、AJ ホイト・エンタープライズに移籍する。ロバート・ウィケンズは、ドイツツーリングカー選手権で6シーズンを過ごした後、ミカイル・アレシンに代わって、 シュミット・ピーターソン・モータースポーツに加入し6番車をドライブする。ウィケンズは2017年シーズンのロードアメリカ戦でアレシンに代わって最初のプラクティスセッションに参加したが決勝には出場しなかった。ウィケンズは2018年の ABC サプライ500でクラッシュし重傷を負い残りのシーズンを欠場することを余儀なくされた。このクラッシュでマシンは大きく破損し番車は 自戦のゲートウェイを欠場した。8月29日、シュミット・ピーターソン・モータースポーツは、ウィケンズの代役として、カルロス・ミニョスをポートランドと、そのまで起用することを発表した。2017年11月16日、AJ ホイト・エンタープライズは、ブラジル人のインディライツドライバー、マテウス・レーストの起用を発表した。レーストは、コナー・デイリーに代わって4番車をドライブする。 レースとは2006年のマルコ・アンドレッティの記録を更新して最年少ルーキーとなる。ダニカ・パトリックはスチュワート・ハース・レーシングでナスカールに6シーズン参戦した。あと、インディ500に復帰する意向を発表した。2018年のインディ500はパトリックのプロ経歴の最後のレースとなる。彼女はエド・カーペンター・レーシングの3代目をドライブする。彼女を 長年支援してきたゴーダディがスポンサーとなる。カルラス・ムニョスは AJ ホイトエンタープライズで1シーズンを過ごした後、インディ500に参戦するため、アンドレッティオートスポーツに復帰する。2018年2月6日、2017年のワールドシリーズフォーミュラ V83.5 のチャンピオンであるピエトロ・フィッティ・パルディがデール・コイン・レーシングに加入し、 インディ500を含む7戦で19番車をドライブすることが発表された。19番車は2017年のインディライツにカーリンから出場していたザカリー・クラマン・デメロが残りの10戦でドライブする。5月4日、フィッティパルでは2018年のスパ6時間の予選で負傷した。デメロがインディアナポリス戦及びテキサス戦で19番車をドライブし、デトロイト2戦は トライデントフォーミュラにドライバー及び、ハース F1 テストドライバーのサンティノ・フェリッチが、ドライブする契約にサインした。2018年3月1日、政治カラムが2018年のインディ500に、ドレイヤーレインボールドレーシングから参戦することが確認された。カラムとチームにとっては4回目のジョイントとなる。カラムのメインスポンサーは、ウィックスフィルターズである。 2018年3月6日、コナーデイリーが2018年のインディ500に出場することが発表された。彼はトム・バーンズ・レーシングから参戦し、空軍がメインスポンサーとなる。2018年3月20日、ピッパマンが2018年のインディ500で、デールコインレーシングの63番車をドライブすることが発表された。スポンサーはドナテ・ライフ・インディアナ。 4月12日、ドリアレインボールドレーシングは JR ヒルデブランドがインディ500への2度目のエントリーでチームのためにドライブすると発表した。2018年4月13日、ジョナサン・バーズ・レーシング、ホリンジャー・モーター・スポーツ、ベラルディオート・レーシングは AJ ・ホイト・エンタープライズと協力してジェームズ・デイビソンをインディ500に出場させることを発表した。5月10日、 ユンコスレーシングはアルフォンソ・セリス・ジュニアがロード・アメリカでインディカーでデビューすることを発表した。チームは8月3日、セリスがポートランドにも出場することを発表した。7月10日、ハーリング・レーシングはコナー・デイリーが第12戦のトロントでギャビー・チャベスに代わって出場すると発表した。チームはまた2019年の準備のためにシーズン残りで ドライバーラインナップを試してみると述べた。チームは現在のインディライツのトップ3、コルトン・ハータ、サンティア・ゴルティア、パトリシオ・オワードのテストを希望している。オワードはすでにチームでシートフィッティングを行っている。それにもかかわらず、チャベスはシーズン中に復帰し、2019年までチームのドライバーとして契約を継続する予定である。 デイリーは7月24日のミッド・オハイ予選で確認される予定だった。9月2日、2018年のインディ・ライツチャンピオンのパトリシオ・オワードとランキング2位のコルトン・ハータがハーディングから最終戦の、そのまでインディカーにデビューすることが発表された。オーバル・スピードウェア・アール・ロード・コース、市街地サーキット。ありがとうございます。